どうも、生還のための職人チャンネル、カジです。生還と聞いて皆さんは何を思いますか？ウィキによると、生還とは缶を製造することである。タンク、水槽、火量、鉄骨、船舶、鋼板、片方などを加工する作業、そういうのも生還と呼ばれているとあります。いわゆる鉄、非鉄金属を扱う職業です。溶接などは皆さん少しは聞いたことがあるとは思いますが、溶接も生還の一つだと言えます。このチャンネルでは生還の仕事について紹介していこうと思います。皆さんの少しでも参考になればと思いますので、よろしくどうぞ。はい、今回は解析についての動画になります。解析とは、溶接時に必要な溶け込みを得るため溶接継ぎ手に設けられる溝状のくぼみのことです。解析取り機や機械加工などで加工することもありますが、どうしてもグラインダーで取らなければならない場合も多々あると思います。解析にはさまざまな形がありますが、今回は一般的な突き合わせの30度の解析をグラインダーできれいに早く取る方法をやってみますので、皆さんの参考になればと思います。このグラインダーの使い方は他の作業でも応用が効きますので、慣れるまで頑張ってみてください。それでは行ってみよう。はい、では解析の寸法を毛がいていきます。今回は9ミリの板に30度1ミリ残しで解析を取るので、上側は 4.6 ミリ、下側は1ミリ残しの8ミリですね。で、この線と線を結ぶと30度になるので、あとはこの毛がきにめがけて、すれば、30度になるという形になります。差し金とかで毛がいてる方も結構いると思うんですけど、あのコンパスでこう毛がくと早いし、綺麗に取れるんで、おすすめの毛がき方です。怪我しないようにしっかり、万力で押さえて削っていきましょう。はい、1面目です。1面目というか、上側の毛がきにめがけて、適当に角度つけて浅めにですね、毛がきだけを見て今削っています。返りが下側に出るような削り方してるんで、あの上側の毛がきは見やすいと思います。なので上側の毛がきを揃える形で、そこに集中して、今削っています。下側を今度削っていきます。下側もひっくり返して、毛がきが見えるような形で今回は削っています。ひっくり返せるんであれば、毛がきが見えやすい方から削った方が、帰りも上側に出ませんし、毛がきが見やすいので擦りやすいと思います。で、角を擦ってるんで、結構早く削れると思います。これで2面目が削れました。今度は毛がきと毛がきを、
形で真ん中の角を落としていきます。はい、では、上と下の毛書きを、結ぶ形で削っていきます。この時グラインダーの角度が、30度になるべくなるように、あんまりフラフラしないように角度決めて、左右に、振っていく形です。これがなかなかね最初できないと思うんですけど、グラインダー使っていくうちに上手くなっていくと思うんで、まあ最初は最初からできる人はいないんでですね、グラインダー使っていきましょう。上手くなりましょう。はい、今、ざっくり削りました。まだね凹凸があると思うんで、これを今から横に目を入れながら、今縦に目が入ってると思うんですけど、これを横に目を入れながら、なだらかに擦っていきます。グラインダーの取り方、動画で見て分かりにくいところを少し説明していこうと思います。これが 9mm の板だと思ってください。 9mm の板の横から見た、図です。まあ、こう向こうにここ返さきを取っていくっていう感じで見てください。真横から見た図です。はい、ここを一番最初に取ったところはこう取ってます。上から下に向かってここに帰りが出る感じで取ってます。なのでここの線は見やすいと思います。でこれをひっくり返して今度は上から下に向かってこう取ってます。これ2番目で、これもこっちに帰りが出るように上から吸ってここをのけがきめがけてこう向こうへこう吸っていく感じですね。で最後にここをこの残りの線がこの線に向かって同じ距離残るようにここを取っていくと綺麗なここにまっすぐグラインダーの面に沿って擦れるので、それを意識してこう取ってみてください。そしたらだいたいこう角を取る角を取る角を取るっていう形になって、やっぱグラインダーって角取ると早いんでですね、面を取るよりはなるべく角を取れるようにはい、では、グラインダーを横に、目を入れながらなだらかに貝先の面をしていきます。これね別にやらなくてもいいよっていう人はまあやらなくてもいいとは思うんですけど、まあ、これやると、とっても機械加工並みに面が綺麗になるので、横に目を入れるっていうグラインダーのかけ方、これは練習しておいた方がいいんじゃないかなと思います。仕上げの時とかね、貝先ではなくなんかグラインダーで仕上げる時なんかは横に目を入れるととても綺麗になるんで、バフをかけたような感じの目になるじゃなるんで、横に目を入れるっていうのはおすすめです。では角度ゲージで確認してみましょう。はい、見てみると62度ぐらいですかね。まあ1度2度の誤差はあると思うんですけど、1度がコンマ2ぐらいなんでそこら辺はしょうがないですね。全体的に角度が揃ってれば溶接も綺麗になると思うんで、そういうのを狙ってやってみてください。
回の動画は以上になります。まあ、これからもね、いろんなものを上げていこうと思うんで、気になった方はチャンネル登録よろしく。